様々な魚介類の刺身刺身とは、魚介類などの素材を小辺に切り、醤油などの調味料で味をつけて食べる日本料理である。作りやお作りなどとも言う。マグロ、タイ、イカの刺身の盛り合わせ刺身は素材そのものを味わう料理であり、新鮮で味の良い旬の素材を用意することが大切である。次に、素材を生かして美しく作るための切り方であり、 専用の刺身包丁などを用いて、素材に応じた切り方、盛り付けがなされる。また真空調理法や低温調理法を取り入れたり、食肉の応用で、大型の魚類であるマグロやブリなどを対象に、熟成させて用チーなど、世界や歴史、科学などの知見などを取り入れて発展もしている。刺身には、ツマという野菜や海藻が添えられる。ツマも美しく切り作り、 刺身に添えて盛り付け、一緒に食べる。妻は、生のままの大根や、わかめなどが多いが、これも、旬の野菜や野草、山菜など様々である。妻の中で、特に風味を与えるものを薬味と呼ぶ。刺身の薬味はわさびに加えて、生姜や梅、からしなど様々である。馬刺し、鶏刺し、レバ刺し、こんにゃく、タケノコ、湯葉、麩など魚介類以外の食品でも、 生や冷たい今まで美しく、切れ身にした料理は、刺身や作りと呼ぶことがあるのが現状だが、江戸時代にあっては茹でたり、煮たり、焼いたりといった、加熱調理をせずに食べさせる料理を刺身と呼んでいた、経緯がある。また、今日では加熱処理しない生の素材を刺身と呼ぶことが、一般的だが、タコなど一部の食材については一度茹でて火を通した。 物を冷やして、刺身とする例もある。さらに加熱はしないまでも生食を前提としたすじめ、昆布じめといった技法が用いられる例は多く、刺身とは、必ずしも、魚肉の生食であるとは、言い切れない部分もある。新鮮な獣や鳥の肉、魚肉を切り取って、生のまま食べることは、人類の歴史とともに始まったと言って良いが、 人類の住むそれぞれの環境に応じて、生殖の習慣はあるいは残り、あるいは捨てれていった。日本は四方を海に囲まれ、新鮮な魚介類をいつでも手に入れられるという、恵まれた環境にあったため、魚介類を生殖する習慣が残った。すなわち、ナマスである。ナマスは新鮮な魚肉や獣肉を細切りにして、調味料を合わせた料理で、ナマスの語源は不明であるが、 生しし、生すきが転じたという説がある。一般には、傷と解されているが、それは調味料としてもっぱら酢を使用するようになったことによる不快の説であり、古くは調味料は必ずしも酢とは限らなかった。この伝統的な生酢が発展したものが刺身である。なお、生酢という漢字は、文献上は古代中国の生酢が先行するが、中国では、 肉や野菜を生殖する習慣は、薬病の流行などで早くに廃れ、ワゴの、ナマスの発生、発達と中国の、ナマスとの関連性は明らかではない。もともと原始的な料理であり、魚の生殖自体は、世界各地で、自然発生した可能性が高い。鈴鹿劇、キ、欧米6年6月10日の記事に、指見こい、イリシュワサビとあるのが、 刺身の文献上の書出である。醤油が普及する以前は、生酢やカラシス、入酒など、生酢で用いられる、調味料がそのまま用いられた。切り身ではなく、刺身と呼ばれるようになった由来は、切り身にしてしまうと魚の種類がわからなくなるので、その魚のおひれを切り身に刺して示したことからであるという。一説には、切るを意味言葉として避けて、 刺すを使ったためとも言われる。いずれにせよ、ほどなくして、刺身は食品を薄く切って盛り付け、食べる直前に調味料をつけて食べる料理として、認識されるようになったらしく、市場流棒調書では、クラゲを切ったものや、果ては、生地や山鳥の塩漬けを茹で塩抜きし薄切りした、ものまでも、刺身と称している。高富木の文案5年8月15日の記事に、 タイユビミに関する記録があった。刺身とよく似た料理に、内身がある。文献によっては、刺身と混用されていることもあるが、こちらは総じて刺身よりも分厚く切り、盛り付けにヒレだけでなく皮や、中落ちまでも利用するなど、調理法が極めて多彩かつ複雑であった。しかし、対象となる魚の種類が大化鯉に限られていたこともあり、 より勘弁な刺身が普及するにつれ、室町末期にはほとんど刺身と区別がつかなくなり、江戸時代に入るとともに料理名としても捨てれた。かつての関西では原則としてタイなどの海のものに限られているが、魚を切ることを作り身と言い,い、それに窃刀語をつけたお作りという言葉が生まれた。そして淡水魚の場合は刺身といったことが、 森さ満万光に記されている。現在では異なっている。解石や解石料理などの場合には、お膳の向こう側に置かれることから、向こう漬けと呼ばれる。解石の一品、お作り現代では回転寿司店でも新鮮な刺身が食べられるようになった。カツサの刺身料理としての刺身は、江戸時代に江戸の地で一気に花開いた。そもそも京都は、 鯉のような淡水魚を除けば新鮮な魚介類が得られ、憎いため、いわゆる江戸前の新鮮な魚介類が豊富に手に入る。江戸で刺身のような鮮度の良い魚介類を必要とする料理が発達するのは当然のことであった。もう一つの理由は調味料として醤油が生まれたことである。生魚の生臭さを抑える濃い口醤油が江戸時代中期より大量生産を始め、 大都市、江戸の需要をまかなった。口述の通り、魚を生殖する文化は、日本以外にも存在するが、特定の種類の魚の調理法に限定されている。江戸時代の江戸で生まれた、多種多様な魚介類を刺身として生殖する習慣は、まさしく醤油という生の魚と相性が抜群に良い、調味料あってこそのものであった。また、醤油の普及は、 生の魚と飯を即席で合わせて醤油をつけて食す、料理、握り寿司につながった。また刺身の普及によって、カツオやマグロのような、塩漬けや、加熱調理した場合に食味が落ちる魚についても、美味しく食べられるようになった。マグロは、江戸時代中期までは塩漬けしたものを煮るか焼くかで、食すのが普通であり、あまり微味とはみなされず、それゆえに、安価な魚であった。 江戸時代後期から醤油漬けにしたマグロを生殖するようになり、これが美味であるとして人気が高まった。歌川報告の当世娘評判記には、大皿に刺身と妻を持ったものが書かれている。こういった状況を森さ満万では次のように記している。タイ、ひらめには、新味噌あるいは、わさび醤油を用意、マグロ、カツオ等には大根おろしの醤油をよしとす。 夏は血水底にたまる上に、江戸にては、吉津あるいはガラスすだれを敷きて、その上に刺身を盛る。江戸、刺身天へ、もの、三四種を、カフ。糸切り大根、銅うど、生紫のり、生豆腐、姫めたで。荒なるものには、大きくク、ウゴ、大根おろし等を、もっぱらとす幕末には、京飯は四季に関係なく、タばかりを使用している上、切り方から、 盛り付けまで乱雑であると批判されるほどにまで差がついていた。北川森定町、森定万光1853年には屋台の刺身屋が登場し、これは江戸前のカツオとマグロが主であり、大変に繁盛したとされている。また、さらに好みの刺身を持ってもらう刺身盛り合わせの形式が誕生した。魚を薄く成功に切った平作りなどについて、 次のように記述している。京阪にては四時及び料理の清掃を選ばずもっぱら、鯛を養ひした魚は、養父を、花肌略とす。京阪相手の作り見残ねまさしからず、残肉を乱に盛る京阪にてはマグロを、花火費の食として中以上及び京王にはこれを養ひずまた、マグロを作り身にせず、江戸は大霊の時は鯛を養ひ平日これを、用昼を、まれとす。 平日はマグロをもっぱらとす包丁を花肌成功にして残目正しく残肉の整列にもるを良しとす近代に入ると流通の発達や冷蔵設備の普及冷凍技術の発達に伴い日本全国つ々浦裏,裏で新鮮な刺身が食べられるようになった特にマグロに関しては近世までは醤油漬けが江戸で食されたに過ぎないが 冷蔵技術の進歩により、全くの生の状態で、日本中に流通するようになった。また酒や一部のイカのように、寄生虫を持つために従来は、生殖に適さなかった魚も、冷凍処理で寄生虫を殺すことで生殖できるようになった。もっとも、大正時代頃まで刺身といえばヒラメやタイのような実の、透き通った魚を使ったものに限られ、例外のカツオを除いた。 色物の刺身は、ゲウオとして下げ済まれていた経緯がある。魚の刺身の調理法は、以下のようなものである。魚の鱗を鱗引きや、出刃包丁で魚の尾から頭に向かってかき取る。エラ豚からエラを切り取り、腹を開いて、内臓を取り出し、水でよく洗う。なお、海水魚によく見られる食中毒の原因菌として、腸炎ビブリオが知られている。 この腸炎ビブリオは、真水の中では増殖できないため、海水魚はよく真水で洗っておくと良いとされる。頭を切り落とし、背骨から身を切り離す。3枚おろしや5枚おろし、大名おろしなどの方法がある。おろした身から、腹骨や血合い骨を取り除き、皮を包丁で引いて取り、柵取りをする。柵取りした身を刺身包丁で切って作る。 包丁を直角に染み木から切っていく平作り、包丁を寝かせて左から切っていくそぎ作りが基本とされる。さらに妻と共に盛り付ける。その際、奥を高く、手前を低く風景のように盛り付けるのが基本とされている。このような盛り方を山水盛りという。平政まさの姿作りカツオたたきと、イカ刺身フグの刺身刺身とする食品は、 タイやヒラメ、マグロやブリなどの魚類に加えて、イカや貝類、エビなど、魚介類全般が用いられる。調味料も食品に応じて様々で生醤油の他に、イリザケ、土佐醤油、ポン酢、酢味噌、古くは酢や塩など用いる。刺身には、切り方や盛り付けで、足したような作り方がある。刺身を作る際に、考慮されるのが、美しさと、その食品の特性である。 魚であっても、白身魚と赤身魚では食感に大きな違いがあり、ゆえに刺身の切り方にも違いが出てくる。このように食品によって刺身が様々な手法で切り分けられるのが一般的である。これ以外にも牡蠣のような様々な作りや切り方が存在する。 チらし寿司ヤクルト料理のストロガニのシンガポールの、ロ老セイハワイのポケペルーのセビチェ日本国外にも、生魚の切り身を伝統的に食べている地域、民族がある。ただし、切り身というよりも和え物にする場合が多い。世界各国の沿岸地域では、カキの生食を一般的に行っているところは多い。各国のカキ料理専門店でも、フレッシュオイスターは、定番メニューである。ただし、 日本におけるカキの生食文化自体、明治期に欧米から伝わった輸入食文化であり、日本ではそれまでにカキを生食する習慣は一般的にはなかったとする説もある。フランス、イタリア等ではス牡蠣生牡蠣が食べられる。生魚を食する習慣はなかったが、日本食の浸透により、現地で考案された巻き寿司西洋寿司も登場している。 寒冷な北アジアの沿岸や河川の付近では、ルイベのように凍った魚を薄切りにする刺身料理が見られる。アムール川流域に住むナナイには、凍った薄切りの刺身を食べる習慣がある。従来は味付けをしていなかったが、最近は調味料を、香辛料で味付けして食べる。ヤクウト料理には冷凍された生魚の薄切りである、ストロガニナがあり、馬肉なども同様にして食べられる。 古代中国では、ナマスが食されていた。中国福建省の清流圏や寧夏県に住む、客家には、僧魚の刺身を食べる伝統がある。味付けは、唐辛子、醤油、酢など、近年は練りわさびも使われる。僧魚には、有極アゴクチムシが寄生していることが多く、生食は危険であるが、この両県の渓流に住む僧魚に限っては、寄生していないと言われ。 食べられている。関東省仏山市の純徳区や南海区周辺では、薄切りにした草魚などの淡水魚、または海水魚に、ネギ、落花生、ニンニク、唐辛子、ごまなどの薬味を乗せ、醤油安などであえて食べる、魚生という料理がある。彩りよく、盛るため、七彩魚生とも言う。環球中。 有極アゴ口虫などの寄生虫の問題があるため、衛生当局は生で食べないように呼びかけているが、相変わらず食べる地元民は多い。日本の関東料理店では寄生虫の問題がほとんどないタイなどを使って作られることが多い。近年は、香港の海鮮料理や、ルーベルシノアの流行もあり、海水魚を使って出す店が中国でも増えており、 また、伝統的な味付けにとらわれず、ドレッシング風のタレが使われる例も多くなった。余熱が加わり、白くなるが、生の魚の切り身である、ウオセイを、熱々のカユに入れ、ウオセイ状として食べることは、甲州や香港でも行われている。韓国では、タコ足の息づくりであるサンナ口が食べられている。咀嚼が不十分な場合は、タコ足の吸盤が、 気道に吸い付いて窒息する可能性があるため他国では危険な料理として知られている。また、タコの吸盤にはバクテリアなどが多く存在し衛生管理されたタコでなければ食中毒の危険もある。全裸道ではガンギエイを発酵させたものを刺身や切り身にしたホノフェが名物料理となっている。シンガポールやマレーシアのカジンは旧正月の特に7日に うおせを食べる習慣がある。七草がゆならぬ、上七香という七種の材料を加える正月のスープと、関東省南海、純徳周辺の七彩魚生が合わさったものとも言われる料理で、創魚や酒などの刺身の上に、生姜、大根、柑橘類の皮などの細切りや、落花生、小麦粉を揚げて作るフレークを乗せ、甘酸っぱい調味料を加える。 テーブルに出された後で、出席者が口々に、老気、怒りなどと唱えながら、箸で混ぜ合ってから食べ、商売で儲かることを祈願するので、この食べ方は、老後生と呼ばれている。企業や、商店の新年会にも欠かせない料理でもある。フィリピンでは、気に入らうという生魚を用いる、家庭料理がある。加湿マグロやサワラなどの海水魚を生のまま切り身にして、 酢で締め、塩、生姜、カラマンシー、玉ねぎ、きゅうり、ココナッツミルクなどでマリネする。漁師料理が一般化したもので、飲酒の際のおつまみという位置づけである。ハワイには、ポケと呼ばれる刺身料理がある。マグロやカツオなど赤身の魚が主であるが、日本から移民の影響でタコもよく用いられる。他には、生の酒を使ったロミロミサーモンという料理がある。 ロミロミとは、揉み込むなどの意味。特に、太平洋岸のペルーやチリで、一般的に食される、セビチェという料理がある。地方によって、若干調理法は異なるが、軽く湯引きしたものや、マリネ状にしたもの、そのまま生のウニや白身魚のような魚介類を、ライムや、塩、生姜などの薬味、チリソースなどとあえて食する。20世紀には、刺身は、 各国の料理にも取り入れられることとなった。1980年代になると、日本料理は欧米などでも流行し、各国の料理にも影響を与えるようになった。イタリア料理と結びついた例では、イタリアでは牛肉を用いて作るカルパッチョをマグロなどの魚で作り、競されることが多くなっている。ヨーロッパでは冷凍の刺身も簡単に購入できるようになっている。 日本が統治を行った台湾では、地元の海産物を使った刺身を食べる習慣が、台湾人にも徐々に広まった。台湾の俗語では、砂西米と呼ばれており、日本食としての扱いであるが、夜店の屋台でも食べさせる例は多い。クロマグロやカジキが好まれている。韓国では、刺身のことを、フェという。近代、日本風の刺身をも、フェというようになった。ユッケ。 を参照中国領年省の大連周辺でも、日本の統治時代の影響で、ヒラメなどの海水魚の刺身や、生ウニを食べる習慣が一部の中国人にも残された。中国の中華料理店でも、純徳王製のようにタレや薬味とあえて食べる料理、だけでなく、伊勢エビやサーモンなどを切り分けて、練りわさびをたっぷり入れた醤油につけて食べることが、一般的になっている。 パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島でも、日本統治時代に、刺身が広まった。これらの国々では日本語のまま、刺身と呼称され、マグロをはじめとする各種の魚を、レモンやライムを絞った、日本製の醤油につけて食べる。馬肉の刺身、馬刺し。刺身の調理法は、魚肉以外でも用いられる。市販されている。 生食用の芸肉魚介類に限らず、食品を小辺に切って、形を整え、わさび醤油などで食する料理を刺身と呼ぶ場合がある。主な食品としては、以下の例がある。ありがとうございます。